ふう、あー、キモ。キモって言わないで。犯人を暴け。誰が犯人なのか。みんなとこれから話し合いをするつもりだけど。アホダくん、まだ謝ってないのかい？レッドに悪いとは思わないの？俺の容疑を晴らさないことには話を聞いてもらえそうにないぞ。待て待て、みんな俺が犯人って言うけど、俺以外にも楽屋に入れたやつがいるだろ。もしそれが本当ならアホダさんだけを責めるのはよくありませんけど、アホダ以外に楽屋に入れたやつは誰だって言うんだ？敵怪人、警備員、レッドの仲間、警備員、まあ、深夜のことやとしても警備員、楽屋に出入りできるやつといえば警備員だよ。なるほどね。でも誰も警備員を見てないんじゃなかった？要は警備員を見てないんじゃなくって、深夜が警備員やと思ってなかったっていうことやね。しかも招待してないのにこの場所におるっていう。確かにここにいる全員が警備員を見ていない。だけど警備員が確かにいた証拠があったんだよ。警備員がいた証拠はこれか？出勤表。警備員の出勤表を見つけたんだ。これを見る限り楽屋にも担当の警備員が来ていますよ。まあ筋は通ってるわね。ははん、警備員は、犯人は警備員だったなんてね。こうなったら警備員誰かまで突き止めないじゃないかな。そうだ、レッドの前に突き出さないと意味がない。出勤表によればこの時間帯楽屋を警備していたやつはこいつだ。その随分とお綺麗な字ですが、くそ、ここに来て字が読めないなんて。でもこの汚い字どこかで。こんな汚い文字名前だと認められないわ。そこをなんとか解読するとか、たとえ読めなくても誰か分かればいいんだよね。どういうことだ？あ、芸能人のサインは読めなくてもその人だと分かりますよね。つまり誰かのサインだって分かればいいんだよ。このサイン、それが誰か分かる事件はサドル事件。サドル事件、サークル室だ。みんなサークルに来た時に最初にやることは何だ？バナナを食べる。違うよ、サークルに来た人はまず出席を記してもらうんだ。つまりサークルのホワイトボードには勤務表と同じサインがある。素晴らしいです。つまりこのサインの人物は、ああ、楽屋に入りスーツを破いた犯人は警備員の深夜なんだ。アメージン。アホダくん、すっかり見直したのさ。今日からあんたを名探偵と呼ぶわ。へへ、いつも通りだい。どうしたヒカル、勢い乗ってるところ悪いんだけど、深夜が犯人っていうのはちょっと変じゃないかな。え、なんなんなん、どう考えても深夜くんがやったのさ。深夜はレッドの仮面をつけるくらい好きなのにスーツを破くかな。確かに。実は私もしっくりきていないのです。言われてみると変な気もするけど、こうなったら直接深夜に聞くしかないか。でも肝心の深夜の居場所がわからないじゃない。警備員深夜はショーが終わってから誰も見ていない。深夜さんの居場所が不明な以上、これ以上の追及は難しいのでは。そんな、ここで深夜を脱がすなんて。誰も深夜の居場所にて心当たりがないなら諦めるしかないでしょ。深夜の居場所、本当にわからないのか。深夜の居場所は、この見張ってる人に聞けばわかるんじゃないかな。違うん。てれってって、何よそれ。これを見てもまだわからないのか。そんなんだから俺のサークルはバカって言われるんだよ。特にアホだっていうバカのせいらしいわ。ああ、だいぶくっ、バカにできるのも今のうちだ。深夜の居場所、居場所がわかるもの、え、なんやろう。深夜につながるヒントはあるんやけど、あるんやけど、でも絶対これ見張りよる人に聞いた方がよくない？まあ、その見張りよる人がどこにおるんかも知らんけど。落とし物センター的な。わからん。とりあえず、メオラジナール、水、限定する憧れのスーツ。わからん。オラ、メガネ入れ？忘れもしない深夜のオラジナール。深夜のメガネケースがトイレの前に落ちてあった。お、トイレにおるってこと？
深夜トイレにいるってことか。ああ、いくら警備員だってトイレの時だけはその場を離れるしかない。汚いけど納得よ。楽屋の前にほぼ空のペットボトルがあったもの。でも深夜がトイレで警備を離れたならすぐまた戻ってくるはずじゃないか。いくらなんでも戻りが遅すぎますよね。確かに。君はトンチンカンなのかい？誰がトンチンカンだ、さっきまで認めてたくせに。アホダさんの推理が正しいなら深夜はトイレに行ったけど何か戻れない理由ができたということになるね。トイレに行ったけど何か戻れない理由、多分それはトイレ警備、トイレが混んでいる、突然の腹痛。トイレに行く理由は何も一つだけじゃない。例えばお腹を壊したらトイレにこもることになるだろう。そうか、ヒドさんによってはかなりの長期戦。長期戦。深夜くんは変なものでも食べたっていうのかい。食べ物といえば現場に一つ気になるものがあったはずだ。現場にっていうことはプリンスコ。あ、色が違うって言った。これは楽屋前に落ちていた。それは口の中が爽やかになるあの、みんなももらったスルメ味のフリンスコ。スルメ味なのに中身がピンク色とはこれいかに。わかった。そのフリンスコは桃味なのさ。桃味ちょうだい？ダメ。え？そんな？殴るほど？え、なんでダメなんだよ。確かに現場に落ちてるものレディに口の中に入れるわけにはいかないのさ。よし赤木、この桃味を食え。特に桃味はしないのさ。下剤？くぅ、腹が暴れ出したのさ。いくら食べたところで息は臭いまま。これは下剤だったのか。なんてこった、まさかとは思うけど。あ、深夜はこの下剤を食べたせいでトイレから出られないんだ。え、じゃあ犯人じゃないってこと？さくら、やっぱり。なんておかわいそうに。こんな腹痛じゃとてもじゃないけど深夜に犯行は無理だ。誰を名探偵なんて言ったの。振り出しに戻ったじゃない。ねえみんな、もう話し合い続けるだけ無駄だと思うんだけど。そうかな。落とした時に入れ替えた若葉っていう可能性もある。まだ大きな謎が残ってると思うけどね。どうして下剤なんてものがプリンスコの中に入ってるんだろうね。そうか、俺は警備員深夜が犯人だと思ったけど、警備員深夜さんを腹痛にした人物、その人こそ怪しいのです。これはいわゆる異物混入。中身を下剤にしたやつを見つけよう。そいつが分かったなら今度こそ君は名探偵なのさ。プリンスコの中身を入れ替えた人物、多分そいつはきっとショーを見に来たやつ。犯人はショーを見に来たやつ、俺たちの中にいる。どうしてそうなるんだ。このフリンスコには俺たちしかもらってない限定ものだ。あ、そうか、あんまり嬉しくなくって忘れてたよ。この中に下剤を使った方がいることは間違いないということです。ああ、そしてこの中に一人だけ最初から下剤だと気づいてたやつがいたんだよ。若葉やろ。若葉、お前が桜にフリンスコを食べさせなかったのは中身が下剤だったこと。そっか、そこもか。中身が下剤だったことを知ってたからだろう。くっ、確かに見た目で下剤だとわからない。桜さんが食べるのを防いだのは下剤だと知っていたからなんですね。つまり警備員に下剤を仕込みヒーロースーツを破った犯人は若葉、お前だ。黙って聞いていれば好きかって言ってくれるわね。いいこと教えてあげるわ。私はずっと雫といたのよ。え？あ、そうでした。私はずっと若葉さんと広場にいたのです。深夜さんに下剤を仕込むタイミングなんてありませんでした。な、本当なの雫ちゃん。アリバイがあるなら若葉が犯人って推理はかなり厳しいよ。光の言う通りだ。若葉が雫ちゃんといたんなら。おう、でした。間違ったら即解散。犯行は雫と一緒の時。若葉が犯人、これは変わらない。若葉は雫ちゃんと一緒にいる時に警備員に下剤を渡すチャンスがあったんだ。バカ、
そんなのないって言ってるでしょ。いや、一度だけチャンスがあったんだ。それが下剤とも知らず、ママと受け取った瞬間がな。まさかあの時に。若葉は深夜がフリンスコを落とした時、自分のフリンスコを渡したってわけだ。採用のせいに。いい加減認めろ。下剤を持った犯人だってな。黙りなさいよ、肌のくせに。お、まあいいわ。70点ってところね。俺の推理は100点満点だ。負け惜しみ言うな。やっぱりあなたはバカね。深夜は最初からフリンスコなんか落としていないわ。え？確かに深夜は警備員なんだからフリンスコは持ってないはずだよね。つまりどういうことなんだ？私はただ自分のフリンスコを落として、それを深夜に渡しただけよ。深夜は自分のものだと思い込んだってことだね。じゃあもう一つ、なぜ深夜が警備員だと分かったんだい？なんてことはないわ。ヒーローショーに誘われてから、さくらはずっとこう言っていたわ。やばー、イカレットになりたーい。え、さくらならきっとなれるわ。この作戦で必ずね。あんたたちがアホ面でショーを見ている間、私は警備員に下剤を仕込むことだけを考えていた。困ったわ。ここの警備員は一体どこに？ふん、実にくだらない。腕章ってこと？いたー！あんたたちが深夜の仮面に気を取られているとき、私は深夜の腕章を見逃さなかった。ただそれだけのことよ。そしてすかさず入れ替えトリックを。なんて手際のいい犯行なんだ。楽屋に入るためにそこまでするなんてね。そう、もちろん私が楽屋に入る予定だったわ。え？そろそろ深夜がトイレを占領する頃ね。若葉さん、ご相談があるのです。相談？どうしたの？顔が赤いけど。はい、その秘密のご相談が。やだ、長引きそうね。悪いけど、あ、気が利かなくてごめんなさい。お飲み物が必要ですね。絶対長引くやつじゃない。確かに飲み物用意されたらね。待ってられないわ、今のうちに。お、う、そんなこと言われたら断れないじゃない。若葉はどうしたの？ちょうどよかったわ、さくら。楽屋に行きなさい。今ならネットになれるわ。本当？若葉はさくらを楽屋に行かせたってことか。つまり？犯人はさくらなんじゃないのかい？さくらさんが、私がさくらを行かせたばっかりに。なんで？犯人じゃないし。違わないのさ。現場にいたのはさくら。しかもあの怪力なのさ。さくらは違うと言ってるけど、これは。犯人じゃない。いや、さくらは犯人じゃない。アホだ。え？あっさり信じるなんて君はどうしようもないバカなのかい？さくらが犯人じゃない理由があるんだ。役屋には行ったよ。イカレット、彼は変身の副作用で身長が縮むのよ。役屋、楽屋のことだわ。ほら、さくらは楽屋に行ってるじゃないかい。いや、さくらが行ったのは役屋、焼きイカ屋だ。What？ さくらは俺に楽屋に方を聞いてきたんだ。でも俺は役屋を焼きイカのことだと思って屋台を教えてしまった。だからさくらは楽屋には行っていないんだ。私としたことが。それではつまり、あ、スーツを破いた犯人はさくらでもないんだ。なんてことなの。私はさくらを楽屋に行かせるために手を回した。てっきりさくらがスーツを破いたものだと思っていたのに。若葉は悪くないよ。私は自分が情けない。さくらに汚い真似をさせるところだったわ。できれば深夜が犠牲になる前に気づくべきだったね。じゃあここからは。いいわ、私の行動は全部無駄に終わったんだから。深夜の犠牲無駄になったしね。ヘイヘイ、さくらじゃないなら誰だって言うんだい。確かにもう全く分からんくなったんやけど、深夜でもない、若葉でもない、さくらでもない、もう何もないやん。他に手がかりはなかったのでしょうか。他に手がかり、そういえばあれに変なところがあったな。変なところ？変なところって何？
現場の斜面、誰かに破かれた。なんかカピカピしてるって言ったよね。他に手がかりといえばこれなんだけど。何もおかしいところはないと思うけど。いや、パッと見普通だけど、これには変なところがあるんだ。破れた部分、破れた部分がカピカピしてるんだ。これはよだれだわ。え、よだれ、投げた。ん、汚い。いや、さくらの頭に。すんすん。おにぎりの匂いがする。おにぎりですか。そうか、これは乾いたおにぎりだったんだよ。それが破れた部分に付着しているということは、あ、おそらく犯人はスーツを復元しようとした。スーツにおにぎりをこぼした。おにぎりをこぼしたってこと。犯人はスーツを着ている時におにぎりをこぼしちゃったんだ。くっついているのは背中ですよ。確かに頭の後ろに口がついているんじゃないのかい。後ろ前逆に来ちゃったんでしょ。アホだ、このままじゃ拉致が開かないよ。あー、最後まで行ってしまった。第2部ヒーローショー開演10分前となりました。あ、アホだ。どうしよう、まだ犯人が見つかってないのに。こうなったら仕方ないんじゃないのかい。あのスーツを着て出てもらうしかないでしょ。く、レッドには悪いけど仕方ない。本当にごめん、レッド。ついに第2部ヒーローショーが始まり、深海変態レッドが誕生してしまった。海を汚すポイ捨て野郎は俺たちが絶対に許さない。今に無様な姿にしてくれるわ。すでに無様な格好で戦っているレッドを俺たちは直視できなかった。おいアホだ、ちゃんと見ないと不自然だぞ。アクションするたびに背中が破けていくレッド。ごめんレッド。俺はただ心の中で彼の無事を祈ることしかできなかった。やがてヒーローショーが終盤に差し掛かった頃、事件は起こった。キャー、たまたま屋上に足を運んだ店員が裸同然レッドの背中を見て叫びを上げたのだ。翌週から深海戦隊は放送中止。俺たちがレッドの活躍を見ることは二度となかったのだ。つら。え、この一箇所の潮のせいだけで。なんだ。おそらく犯人はスーツを復元しようとした、ノリ代わりにくっつけようとしたってことよね。犯人は破けたスーツをおにぎりでくっつけようとしたんだ。めっちゃアホっぽいけど、なんてせこい発想だ。犯人は慌てていたに違いないのさ。つまり犯人はおにぎりを持っていた人です。でもおにぎりを売ってる出店なんてなかったはずよ。イカ焼き屋。ああ、売っていたのはせいぜい焼きイカ。この焼きイカくらいだ。一体どういうことなんだ。待って、これ犯人赤木か。こっちのセリフよ、焼きイカとおにぎりじゃ全然別物じゃない。僕もうお手上げだよ。お前何顔を隠してるんだ。僕は紳士さ、会議の邪魔にならないようにしてるのさ。まあいいか、ってことはやっぱり焼きイカ食べたの方が重要やったか。食べ物はその焼きイカだけだし、なんとか情報を得たいところですが。焼きイカの情報を得たいけど自分で食べるのはもうごめんだ。ここで証言が必要になるの。何の証言が必要になる、わからん。レッド、ちょっと、知らない方が幸せだって言ったでしょ。あなたは今レッドさんの秘密を暴いただけです。何の解決にもなってないよアホだ。俺だって考えた結果なんだぞ。だってこれもうどっちにしてももう手詰まりでしょ。食べ物はその焼きイカだけだし、なんとか情報を得たいところですが。でもここでもう焼きイカは食べた。あの証言やとしても違うよね。くっ、はあ、キモ。キモって言わないで。アホダさんにはよく驚かされますが、これはちょっと気分悪くなったからさくら連れて帰るわ。保護者。
いやー、開演されてしまった。はい、バッドエンド。どの発言？ちょ、待って。だって、他に、とりあえず若葉の発言はいらんかったっていう風になったけど、ヒーローショーの切り裂きマスーツ事件。さ、重要な証言はどれだ？全品セール中は別に関係ない。え、若葉じゃなかった？さくらの証言は？焼きイカ食べてない。ヒカルは優しい、優しい人は怒らせない方がいい。違うなぁ。赤木の発言？これかな。どう？スペシャル焼きイカもう食べたのさ。重要なんかな。とりあえず重要にしておこうか。重要にして、じゃこの若葉の発言を忘れますと。じゃこの状態で再び犯人を暴きましょう。焼きイカの情報を得たいけど自分で食べるのはもうごめんだ。ここでストップして、僕はスペシャル焼きイカはもう食べたのさ。確か一人だけ焼きイカを食べたやつがいたよな。もうそんなのもう覚えてないのさ。だったら今この場で思い出せ。俺の焼きイカを食ってな。僕はお腹いっぱいなのさ。いいから早く。はさくらがもちもちしてる。はあ、見てください、中に米が入ってるぞ。そうか、イカはイカでもこれはイカ飯だったんだ。つまりあのカピカピしたものって、ああ今すべてが一つにつながった。この事件の犯人は赤木。若葉でも桜でもなかった。スーツを破った真の犯人は赤木お前だ。どういう表現。またなんか全てを悟ったような顔。僕は自分をラッキーボーイだと思ったのさ。おや、誰もいないのかい。そうだ、ひらめいた。今こっそり入ればレッドに会えるんじゃないのかい。誰もいないのさ。ん？これはレッドのスーツじゃないかい。僕はウキウキでスーツを着たのさ。そこで思わぬアクシデントが起こるとも知らずにね。プギ。意外と小さいんじゃないのかい。ビリビリビリ。無理やり来ちゃいけない。気づいた時には手遅れだったのさ。それで焼きイカのお米を隠すことで頭がいっぱいだったのさ。無理やろ。だからって人のせいにして、ほんと最低だなお前。君はアンラッキーボーイだったのさ。うるせえよ。皆さん、スタッフの方が戻られましたよ。おい、ほら、赤木。分かってるのさ。その後、赤木自らスタッフに謝りに行ったおかげか、スタッフに軽く注意を受けただけで済んだ。変わりはあったんかな。あー、なるほど。結局第2部は中止か。深海変態が誕生するよりマシだわ。2部ではどんな展開が起こったのでしょうね。どんな展開が来たって、結果は決まっているよ。ああ、レッドは絶対に負けない。そういえば何か忘れてないかい。え、忘れるくらいなんだから大したこと。ああ、深夜。そういえば遅いわね。下剤を飲んだにしても戻りが遅すぎる気がするけど。俺ちょっと声かけてくるよ。じゃあ僕らは先に帰っているのさ。お前も来い。そして俺と鍵は男子トイレに様子を見に来た。コンコン。お、どうだ？深夜、大丈夫か？深夜くん、苦戦してるのかい？トイレでそんな声かけられたくない。おーい、深夜。え？おかしい。今のタイミングなら絶対、黙れって出てくるところなんだ。
さすがに穏やかじゃないのさ。赤木、せーので扉を壊すぞ。手伝え。ああ、わかったのさ。せーの。To be continued。 え、なに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 、事件解決はいいけどさ、また負けたのさ。え、なに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 、深夜の返事がないの。え、続きが気になるんやけど。え、どういうこと？次の話につながっとるってこと？ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、まさか私ね、一番最初に会った赤木がまた犯人やと思わんかったんやけどこれ同じ人犯人な可能性もあるんや。全員まんべんなく行く感じかなって思ったけど、なるほどね。続きが気になります。